はい、ご視聴いただきありがとうございます。ルリーロです。今日は長襦袢の着方を解説していこうと思います。私がいつもやってるやり方ですね。私がやってる長襦袢の着方は、紐1本と縦締め1本で着ていきます。後輪ベルトとかそういうものも使えませんし、長襦袢の後ろにエモン抜きといって別の布をつけてる場合もあるんですけども、こういうエモン抜きも使えません。紐だけでも綺麗な襟の形や後ろの獲物の抜き加減がキープできますので、ぜひやってみてください。前半ではシンプルに手順だけをお伝えしまして、後半ではなんでそうなるのかとか、失敗しやすいポイントなどをじっくり解説しながらお伝えしていこうと思います。それではどうぞ。はい、長襦袢を羽織った状態から始めていきます。まず、首に襟をぺったりつけまして、撫で下ろしていきます。この襟の先の高さを確認します。揃っていたら OK です。両手後ろに回します。肩甲骨の下をつまみます。2箇所つまみます。後ろに布を引っ張ります。この時襟が首に当たっていた襟が肩にストンと落ちたらストップです。これぐらいです。右手が右胸の下。スタートここで、斜め上ゴールです。斜めに持ち上げます。バストトップ越えたらストップ。左手脇から入れて押さえ替えます。押さえてます。で、右手が左胸の下。スタートここです。スタートはここで、ゴールは斜め上です。斜めにまっすぐ上げます。左手出してきて、右胸を押さえます。で、この時ちょっと確認してほしいんですが、この襟がここでカクッと曲がっていたら後ろに引いてまっすぐにしておくとより良いです。右手で紐の真ん中を取ります。左手の下に当てます。アンダーバストです。左から前を通って後ろ、背中に着地します。着地したら右も回します。持ち替えたら、この持ち替えたすぐのところで締めます。前に戻ってきて同じところを通って帰ってきます。体の中心で2回引っ掛けます。緩みを取ります。ひっくり返して挟みます。上からでも下からでもいいので挟みます。背中の中心の縫い目を探して軽く下に引きます。縫い目を背骨に乗せるイメージです。両手肩甲骨の下つまんでハの字に引きます。背中の空気を全部抜くイメージで斜め下に引きます。最後、縦締めです。縦締めの真ん中が自分の体の真ん中に当たるように当てます。胸を半分持ち上げる高さです。ウエストとかではなく胸を半分持ち上げる高さ。後ろに回して持ち替えます。じわっと締めます。前に戻ってきて2回引っ掛けます。1回2回緩みを取る。ひっくり返して挟みます。完成です。後半では同じようにやってるのに襟が詰まってしまった方とか、この首ですね、首のところ襟が当たって気になるっていう方のために、それを解消する方法であったり、どうしてそうなるのかっていう理論理屈をもう少し詳しくお話ししていきますので、ご興味ある方は後半もご覧ください。はい、それでは長襦袢を羽織ったところからスタートです。首にしっかり襟をくっつけまして、撫で下ろしていきます。撫で下ろしていきます。で、襟の先の高さが揃いましたら OK です。この時、ここ、襟は平行に下ろしていきますが、ちょっとここ、首当たるわっていう方ですね、もっとか、もうちょっと襟元ゆったり着たいわっていう方は、ここのラインが、ハの字になるように広げておかれるといいと思います。両手を後ろに回します。肩甲骨の下を2箇所つまみます。今、こう、首に襟が当たってますけれども、背中のこの肩甲骨の下を引くことで首から襟が離れていきます。標準はですね、この首と肩の間に襟の端が当たっていればいいですけれども、もう首元ゆったり着たいわとかですね、この首に襟が当たるのが気になるという方は、
この首と襟の距離を少し空けておかれると、この状態でスタートされるといいと思います。右手、右の襟をアンダーバストでつまみます。で、斜め上に持ち上げます。この時ご自身の左のバスト、バストトップを超えておくと、この襟安定しても動くことはありません。中途半端なところでバストトップを超えずに止まってしまうと、来た後こう襟がどんどんここ開いていっちゃうという原因になりますので、しっかり持ち上げます。この段階で持った手をですね、この持ったこのポイントを真横に動かしてしまう方、真横に動かすとどうなるかというと、エモンがせっかく引いたのに詰まってきてしまいます。なので後ろに引いたエモンはキープしたまま行きたいので、この肩から後ろの布をもう触らないつもり、こっから後ろはもう前には持ってこないというのをイメージして、こう振り子の支点のイメージですね、ここに振り子の支点があるイメージで斜めに持ち上げます。アンダーバストでつまんで、左のバストトップを越える前斜めに持ち上げます。で、押さえ替えます。右手が今度左、胸の下に持ったらこちらも斜めに持ち上げます。これもまっすぐ引いてしまうとまたエモンが詰まってしまうので、ここを振り子の支点だと思って、支点って動かないですよね。斜めに持ち上げます。左手を出してきて右胸を押さえます。ここですね、襟をまっすぐ、ここカクッと曲がってる方はまっすぐにしておくといいです。この手から下の部分を後ろに引いておきます。で、そもそも今こう胸を覆っているんですけれども、胸が覆えない方、もしかしたら長襦袢の横幅、身幅のサイズがご自身の体に合ってない、サイズが少し小さいという可能性もあります。そういう場合はですね、なかなかバストトップを覆えないので、それでうまく着れないわっていう方は、もしかしてご自身の着付けの技術が問題なのではなく、長襦袢のサイズがちょっと合ってないだけかもしれませんので、見直してみられるといいと思います。右手で紐を取ります。着付けはだいたい右手で紐を取ることがほとんどです。左手で取ることはないと思っておくといいと思います。紐の真ん中を取ります。で、私はこう真ん中に文字を入れたりして、真ん中がすぐ分かるようにしています。ちょっと刺繍をしたりとか、アイロンで貼れるワッペンとか、真ん中がすぐ分かるようにしておかれるといいと思います。で、この手の下に当てます。アンダーバストです。左手で紐持って前から後ろに回します。この時にこうすくい上げるよりは撫で下ろすイメージでいくと、ここの余分な布が抑えられます。背中に着地します。着地してから右も回します。持ち替えたらじわっと締めます。前に戻ってきて、これ必ず同じところを通って帰ってきます。で、中心マークここにあるので、この紐の長さは違うと思うんですけど、これは気にしなくても大丈夫です。これでこの時点でこれが気になるわと思ってギュッて引いてしまうと襟が崩れてしまいますので、このまま行きます。で、2回引っ掛けます。で、この緩みを取るだけです。前を締める必要はないです。先ほど後ろでギュッと締めてますので、締めるのはこの体の半分から後ろだけを常に締めるイメージを持っておかれると苦しくないので、こう体の横から見て前半分でギュッてしてしまうと、どうしてもこう骨がないところありますのでね、そこは苦しくなる原因になりますので、必ず紐を締めるときは体の後ろ側で締めるようにします。で、なのでここも緩みを取るだけです。先端をひっくり返しまして、挟みます。上からでも下からでもいいです。で、前は完成しましたので後ろです。背中の中心の縫い目探して、なかなか上の方で探すと見つかりにくい方、ちょっと下で探すとすぐ分かります。この縫い目を自分の背骨に乗せるつもりでまっすぐ引きます。肩甲骨の下をつまんで、ハの字、カタカナのハの字に引きます。この辺の背中の空気を全部抜くつもりで引きます。で、注意してほしいのが、この後ろを引くときに鏡を見ながらやる方、こういう感じで鏡を見ながら引いてしまうと、必ずまっすぐ引いてるつもりが歪んでしまいますので、体の感覚で鏡を見ずに
真ん中と肩甲骨の下3箇所を引くようにしましょう。後ろ側で作業するときは鏡を見ない方がまっすぐ仕上がります。おおむねこれで OK だなとなりましたら、この太い伊達締めでしっかり固定をしていきます。伊達締めは真ん中を当てまして、胸を半分持ち上げる高さですね。ウエストとかではなく、こう肋骨がしっかり締めれるこの胸の下に当てて一気に回します。両手一気に回します。他の紐は片方ずつ回すことが多いんですけども、この紐も押さえて片方ずつ片方ずつ回します。あの人の手って利き手が必ず皆さんあるので、同じ力でなかなか引っ張れないですから、一気に回すとどうしてもこう襟がずれてしまったりするので、着付けの時は必ず片手で順番に動かすと着崩れしにくいです。で、早く着たい人はその動作を早くすればスピードアップになります。両手でガッてやると結局この辺が崩れてしまってやり直しになって時間がかかることが多いです。で、伊達締めの場合はもう下が固定されてますので、真ん中を当てて一気に回しても大丈夫です。はい、後ろに持ち替えましたら、ここもじわっと締めます。もうめちゃめちゃ締める必要ないんですけど、こう肋骨ピタッと締まる感じで締めます。で、前に回りまして2回引っ掛けます。緩み取ります。ひっくり返しまして挟みます。こんな感じです。長襦袢が完成しました。今これぐらい抜けています。最近は雑誌などの影響で結構多めに紋を抜く方が増えたかなと思うんですけれども、うちの母とかは昭和世代なので、あんまり抜きすぎると良くないというかですね、若いうち20代ぐらいはもうちょっと控えめにしなさいとかいろいろ言われてました。年とともに抜くものよとかね、いろいろ言われてました。で、基本的には標準は自分の握り拳がこう縦に獲物に入るぐらいが標準と思われるといいかなと思います。で、これが標準なんですけども、あとは髪型や見せたいイメージで獲物の抜き加減を調整していくといいと思います。ヘアスタイルのトップのボリュームが上の方にあるときは獲物控えめの方がバランスいいことが多いです。ロングヘアとかで下の方に大きなシニオンを使ったりする場合は、獲物をちょっと大きめに抜いた方がバランスよくゆったり見えます。で、皆さんのお悩みで一番多いのは獲物がこう詰まってきてしまうっていうのが一番多く聞く悩みなんですけれども、長襦袢を着終わった段階でちゃんと獲物が抜けてる場合だけど、着物を着終わった段階でなんとなくなくなってしまっているっていう場合は、長襦袢の着方に原因があるというよりは、着物を着るときにですね、着物で結構長襦袢の襟をこう押して攻撃している場合が多いです。なので、そういう方は急がずに長襦袢の襟と着物の襟が接触しないっていうのを意識して着物を着てみられるといいと思います。もう一つのパターンですね、着物を着終わった後はちゃんと獲物も抜けてるし襟もピタッとしてるけど、その後動いたりしてる間に知らない間に獲物が詰まってきてこう襟が浮いてしまうっていう方、そういう方もいらっしゃると思います。そういう方の原因の一因はですね、こう布目が通ってないっていうことが挙げられます。それどういうことかと言いますと、こう生地って糸を縦横でこう折ってるので垂直にクロスしてると思うんですけれども、こちらちょっと分かりやすいように布目を表すテープを貼ってみました。で、布目がまっすぐな人っていうのは真ん中とこう横ちゃんと垂直に交わってるわけなんですけど、布目が通ってないっていうのはこう歪んでる感じなんですよね。このまま布目が歪んだまま紐で固定してしまうと、その後動いてる間に布目がまっすぐにこう戻ろうとして動いてきて獲物が詰まったり前が緩んできたり、そういうことの一因になります。なので必ず獲物の後ろをですね、布を引くときは真ん中と肩甲骨の下同じぐらいになるように力加減を気をつけて引いてみてください。そして布の布目が縦横しっかり垂直に交わって体にフィットしてるっていうのを意識していただくと、長襦袢もそうですけども、お着物も着崩れする要素がなくなりますので、お出かけしてもそのまま綺麗な状態で動き回っていただけるようになります。はい、最後にですね、この長襦袢なんですけども、着物の下に着てますよね。で、この襟のところと袖と
振りからちらっと見えるわけなんですけども、まあ、言うなればちょっと19世紀ぐらいのですね、外国の紳士のシャツみたいなイメージです。今は背広を人前で脱いでシャツ姿で歩くって別に不思議じゃないですし、クールビズでシャツだけでお仕事する方たくさんいらっしゃると思うんですけども、昔は人前でシャツ1枚になるってすごく失礼な姿というか、まあ、家族にしか見せない姿だったそうなんですね。まあ、下着扱いだったそうです。なので長襦袢もどちらかというとそれに近いイメージがあります。下に着てたものがだんだん表着になってくるっていうのを表皮脱皮というふうに言うんですけれども、キャミソールとかタンクトップもそうですよね。昔は下に着てましたけども、今は夏になったら1枚で着ることがあると思います。なんで歴史の流れから言えば長襦袢がそろそろ上に出てきてもいいのかなとは思うんですけれども、やっぱりこう下に着るもの、人に見せないものっていう考えの方もいらっしゃると思うので、まあ、我々は職業柄ですね、別に見られても何ともないし気にもしてないと思うんですが、普通の方は SNS とかで長襦袢着ましたみたいなのは載せない方がまだ今のところ時代の流れ的にいいんじゃなかろうかと、まだちょっと早いんじゃなかろうかと個人的には思っております。皆様はいかが思われますでしょうか。なので分かって練習してますみたいな感じで分かって載せる分にはねいいと思うんですけれども、そういう側面があるっていうのも知っていただいてもいいんじゃないかなと思います。はい、長襦袢の着方いかがだったでしょうか。皆さん着れるようになりましたでしょうか。ぜひ着てみた感想ですとか、ここがやりにくかった、分かりにくかったっていうのがあればコメント欄で教えていただけるとありがたいです。また後日解説の動画出すかもしれませんのでお待ちしております。気に入ったらぜひ高評価とチャンネル登録もお待ちしております。ではまた。